さすがにカーブ4つ連続というのはなかったということになりましたが、今のインサイドへのストレートを見せて、さあどう打ち取るのか。あの空振り取ってるのはやっぱカーブなので、カーブで選択肢は当然あるんですけど、はい、当然相手も分かってますからね。そうですね、その裏をかくかどうかですね。そこに寄ったスライダーでしょうか、チェンジアップでしょうか。レフトに飛んでいる大崎掴んでいます。今は少し抜いた球でしたね。抜きましたね。あの、チェンジアップだと僕は思うんですけど、はい、これでも大崎よく掴んでくれました。いや本当にあの彼の守備っていうのはピッチャー助けますよね。まずこのバッティング、あの予想してなかったボールだと思います、はい、ただチェンジアップだったのでそのバットの先に持っていくことができましたね。なるほど。そこら辺はあのバッティングコントロールの能力の高さを伺えるとは思うんですよ、はい、そして大崎の守備、はい、そこで大崎の守備が光ると同時に、配球で今のはものすごい濃い配球だったので、はい、源次郎もやっぱ成長してるなと思いますね。なるほど。